はい、どうもいらっしゃいませ、ポンちゃんです。本日はね、前、ちょっと途中までしか動画上げてなかったので、細部を取り直そうと思いまして、またタコ買ってきました。こちらでタコの柔らかに、まあ、今回はもう捌くところから、ね、一から動画にしてやっていきたいと思います。前回の時もね、タコやってたんですけれど、まず最初に、よいしょ。で、今回はね、前回の、はまじめしてるもんではなくて、よいしょ。買う時に締めてもらったやつなんでね、正直身がめちゃめちゃ怒っております。でもやり方としてはね、もう基本一緒でございますのでね。ちょっとね、一旦酒屋さんが来たので変な格好が入ってしまいました。まあ捌き方というかね、まあ、基本的に生け締めであっても野締めであってもやり方は一緒です。なるべくね、こう、墨袋とかを潰さないように丁寧に外していくっていうところですかね。内臓と胴体を切り離していきますと。こんな感じです。で、生け締めなんでね、吸盤の力が半端なく強いです。吸盤前の時指突っ込んで取ってたんですけれど、こんだけ身が締まってる場合に正直ちょっと取りにくいです。なんでちょっと取り方を今日は変えてやっていきます。こんな感じで押さえた状態で切り込み入れると、中でペロンと取れます。で、ここでもう半分に切っちゃいます。今回がね、本当に身が怒りすぎてるぐらい怒ってるんで、まだというか生きてる身って言った方が正しい感じですね。なのでちょっと指突っ込んで外すのがちょっと大変なので、こんな感じ半分に切り込み入れるとくちばしが出てきてくれますので、こういう感じで外しましたと。塩で洗っていきます。本来では米ぬかの方がいいんですけどね、すごいうにょうにょうにょって動きますね。これだけ前回よりも身が生きてるという証拠ですね。前回はね、いわゆる野締め状態に近いような感じで、はまじめしてあるやつやったんでね、まあ、正直身はもっと緩かったんですけれどね、今回はマジでまだ身が生きてるんで、めっちゃしっかりしてます。で、今回のタコでだいたい1匹で、2200円だったかな。明石とか淡路とかあっちの方のタコなんですけどね、ココナッツすごく物がいいです。マジでうまいタコなんですけど、食べると本当に味があるって感じがするんで、おすすめです。洗いましたらね、こういう僕はビニール袋を用意してます。最近はこれを中に入れまして、ジップロックの袋、ジップロックじゃないよ。まあ、ジップロックの袋でもいいですけど、ビニールでも何でも。空気しっかり抜いて、この状態にしたら、これ、酒瓶とかですね、粉で叩いていきます。タコをね、水で切るのってちょっとね、めんどくさいんですよ、正直。皮切るまで置いとくとかいうのもね、結構大変なんで、で、じゃあ拭くかっていうとね、結構もともとぬめりもある兼ね合いで、あんまりこう綺麗に拭いても拭いても水分出てくるみたいな形になってね、正直キリがないので、物理的に叩いて殴って柔らかくしていくという作業をするときに、こういうビニールの袋を入れておくと周りに水が散らないんだ、との掃除の手間が1個減りますんでね。で、この作業ね、前回の時は、さっきは野締めでやってた兼ね合いで、身がもうちょっと柔らかかったので、しなかったんですよ。今回のは生け締めで本当にまだ身が生きてるぐらいに超怒ってる、超カチカチみたいな子やったんで、こういう叩くという作業を入れております。で、タコを柔らかくするのにね、大根を剥いたやつの分で、叩くという人言い張るんですよ。で、アミラーゼとかの成分が入って、それで身を柔らかくするからっていう話をよく漫画とかでも出てきたりするんですけど、あれは嘘です。酵素っていうものは確かに生じゃないと入らないんですけれど、タコ自体が言ったら、こう、周り皮で囲まれてる状態じゃないですか。それ叩いてアミラーゼの成分そこまで入るかって言ったら、そんなわけないんですよね。結局このとこ物理的に叩いて柔らかくするのが一番早いです。
柔らかくなったらね、もう一度ボウルのお水でさっと流します。叩いてる最中にね、どうしてもこうちょっとまたぬめりとかが新しく出てきてしまうんで、それをさっと流してる感じです。最初に比べると本当に柔らかくなりましたね。もうこの変なくにゃくにゃになってますね。今回上から上かける形でやっていきます。軽く揺すってあげて、で氷水でさっ、ね、氷水を冷水でさっとこちら締めていきます。でもうね、ちょっと中途半端な感じになっちゃってたんで、もう先に外しちゃいました。ここのところに、ね、S 字のフックをぶっ刺して、これ、ね、最初こう犬と繋がってたやつをね、外した感じなんですけれど、ぶっ刺して、でこれでちょっとね、あの干してきておきます。まあ汁気を切るのと、あとはまっすぐにね、なるべくなるようにするための前の説明した作業でございます。さっきちょっと潰してまいります。で煮汁の方を、ね、今から合わせていきます。これ二番だしです。これ料理酒で構いません。お酒が 100cc です。こんな感じで巻いて、中が飛び出ないようにしておいたものを漬け込みます。で、この時に、ね、一緒に砂糖を軽く混ぜてあげましょう。ビーターとかで混ぜてもいいんですけれどね。もう出し洗い物とか増やすとめんどくさいですからね。じゃあこちらを一旦ひと煮立ちさせていきます。沸いてまいりましたと。ちょっともう取り込んじゃいます。温度でどうしてもね、煮汁の温度がちょっと冷めてしまうので、再度沸くまでは強火のまんまで大丈夫です。いつも定番の煮蓋をしておきます。どうしてもね、タコの身の形状の問題でちょっと浮いてしまいますので、それを抑えるための意味合いで落とし蓋もしておきます。これね、全体完全に浸かりきった状態になります。はい、最後ね、こんな感じ、ちょっと縁がポコポコっとし始めましたら、こっから時間はスタートします。今回45分ほど計測していきます。で、この時、炊く時ですね、ポコポコし始めましたら、もう火は弱めちゃいましょう。というわけで、もうこれで45分ほど経ちましたと。火は止めます。もうお皿もいらないんでね、外しておきます。まあ、こんな感じにいい色に全体的に染まって炊けております。タコね、強い火加減でやっちゃうとね、身がちょっと締まってしまうっていうこともありますんでね、なんか優しい火加減でゆっくり火を入れてるっていう意味合いも当然ございます、ね、今現在ね、取り出して、ね、煮汁をね、もうちょっと煮詰めて、そこに最後冷めたもん同士を合わせて漬け込むみたいなやり方でもいいんですけれど、うちはそんなに濃い味求めて作ってはいないので、このままの味加減のまんまゆっくりゆっくり冷ましていって、冷めていく間に味がどんどん入っていきますので、冷めるまで放置していく形でやります。というわけで、冷め切るまで一旦さよならといった感じです。はい、というわけでこれが一晩経ったものって感じですね。まあ正確に言って数日経ってはいるんですけれど、大体一晩まあ経ったらこんな色にはなってます。ちょっとね、もうちょくさんに一部使ったんでね、ちょっと足これ使い差し切っていきたいと思います。切り口のところはね、煮汁に触れるのでちょっと色がどうしても染まるんですけれど、中身のところはね、めっちゃ綺麗な白色が残っております。こんな感じですね。では、せっかくなんでちょっと一切れ味見したいと思います。うん、うまい。めっちゃ柔らかい。もうね、歯でスッスッと切れるような硬さでございます。むしろ柔らかさというべきか。ああ、うまい。ね、何でしょうかね。ちゃんとね、一個一個の処理を丁寧にしていただくと、皮のところとかもね、綺麗に仕上がります。人によっては包丁の背とかね、使い叩いたらいいんちゃうのって言われたりもするんですけど、逆面で叩いたりとかしないとね、丸い形状のもので叩くっていうのがいいのかな。で、叩かないとどうしてもこう皮のところがボロボロになったりとかね、しやすかったりするので、ほんとワンポイントワンポイントを守って、プロの味をぜひ家庭でもやっていただけたらと思います。というわけで、本日の動画は以上でございます。またいろいろ美味しい料理紹介していきますので、ぜひ皆さんチャンネル登録に高評価よろしくお願いいたします。それではまた動画で、バイ。